盗まれた手紙は、エドガー・アーラン・ポーの短編小説、モルグ街の殺人、マリー・ロジェの謎に続き、シーオーギュスト・デューパンが登場する推理シリーズの3作目にあたる。ある大臣が、政治的な陰謀から、とある貴婦人の私的な手紙を盗み出し引匿するが、依頼を受けた警察がいくら捜索しても見つけることが、できない、という事件をデューパンが、鮮やかに解決する。しばしば、 デューパンモの散策中で、最も完成度が高いとされる作品である。ザ・ギフト1845年号書出。1845年に、作品集、エドガー・エポーの物語集に収録された。とある秋の夕暮れ時、語り手が寄宿しているオーギュスト・デューパンの屋敷に、パリ市警の警視総監であるジーが訪ねてくる。彼はある、人妙な事件に手を焼いており、 デューパンの助言を恋に来たのだった。それは宮殿において起こった出来事で、猿高貴な貴婦人が警棒で私的な手紙を読んでいるとき、ちょうどその手紙のことを知られたくない男性が入ってきたので、引き出しにしまう時間もないままやむを得ず、テーブルの上に置いてごまかしていたところ、そこにさらに D、大臣が入ってきた。彼はすぐに、テーブルの上の手紙を見てそれが、どういう性質のものであるかを察すると、 彼女に業務報告をした後でその手紙とよく似た手紙を取り出して読み、その後でテーブルの上に置いた。そしてさらに業務報告を続けた後、帰り際に自分が置いたのでない方の手紙をまんまと持ち去ってしまった。大臣はこの女性の弱みを握ったことで、宮廷内で強大な権力を得るようになり、困り果てた女性は警察に内々の捜索を依頼したのだった。 その手紙の性質上、それは何かあれば、すぐに取り出し、場合によっては、破棄できるように、間違いなく大臣の官邸内にあるはずであった。また身体調査が行われる危険を考えれば、大臣が肌身離さず持ち歩いているとは考えられない。警察は、大臣の留守の間に官邸を2インチ平た単位で、徹底的に調査し、家具は、すべて一度解体し、絨毯も壁紙も引き剥がし、 クッションには針を入れて調べるという具合で3ヶ月も続けたが一向に成果が上がっていなかった。事件の荒ましを聞いたデュパンは鑑定を徹底的に調査することだとだけ助言して G を返した。1ヶ月後、再び G が語り手とデュパンの元を訪ねてくる。あれから捜査を続けているが未だに手紙は見つかっておらず、手紙にかけられた検証金は 莫大な額になっているという。そして、助けてくれた者には誰にでも5万フラン払おう。というと、デューパンは小切手を出して5万フランを要求し、サインと引き換えにあっさり苦段の手紙を渡す。そして、G が狂気して帰っていくと、デューパンは語り手に、自分が手紙を手に入れた経緯を説明し始める。 大臣から手紙を取り返すデュパン・デュパンは事件の経緯や警察の徹底的な捜索、そして大臣の知性を考え合わせて大臣は手紙を隠すためにそれを全く隠そうとしないという手段に出たのだと推理していた。デュパンは官邸の大臣のもとを目が悪いのだという口実のもと緑色のメガネをかけて訪れ大臣と世間話に興じるふりをしながら部屋を見渡すと すぐに壁にかかっている、ボール紙でできた安物の紙差しに目をつけた。そこには一通の手紙が堂々と入れられており、それはあらかじめ聞いていた普段の手紙の特徴とは似ても、見つかないボロボロの手紙で、大臣宛の宛名も記されていた。しかし、リューパンはこれこそが求める手紙である。そして後日、タバコ入れを忘れたという理由で、再び官邸を訪れると、 あらかじめやとっておいた酔っ払いに騒ぎを起こさせ、大臣がそれに気を取られている暇に、それとよく似せた、別の手紙とすり替えたのだった。盗まれた手紙は、モルグ街の殺人、マリー・ロジェの謎に続き、CEO ・ギュスト・デューパンのシリーズ第3作であり、3作中、最も高い評価を受けている作品である。作者のポー自身、発表前に、ジェームズ・ラッセル・ローウェルに当てた書簡の中で、 おそらく私の推理物語のうちで最高の出来と書いている。また、盗まれた手紙は、後世の推理作家がしばしば用いる、隠したいものをあえて隠さないことによって、相手の盲点をつく、いわゆる盲点原理を創案した作品であると考えられる。江戸川乱歩はこの原理を応用しているチェスタトンの見えない男も、おそらく、ポーのこの作品から着想を得たのだろうとしており、 またコナンドイルのボヘミアの集文については、これはほとんど盗まれた手紙を模して書かれたもので、しかし面白さにおいても文学的価値においても格段の違いがあり、模して及ばざるの花だしきものであろうと評している。フランスの精神分析家でありポストモダニズムの思想に大きな影響を与えているジャックラカンは、その主張。 エクリの関東に収められた、盗まれた手紙についてのゼミナールの中でこの作品を読解しており、作中で繰り返される手紙が盗まれる場面を反復脅迫に手紙を対象イあるいはファルスに見立てて、自身の精神分析的認識を示した。同じくポストモダニズムの思想家であるジャック・デリダは、真実の配達人において、ゼミナールにある、 手紙は必ず届くという定税に対し、手紙は宛先に届かないこともあると批判した。日本の東ずまの主張、存在論的、郵便的も、デリダの主張に沿って、論を展開し、脱構築不可能なものを最終的な真理と、みなしそこに安住する羅漢を、否定神学であるとして批判している。羅漢派の思想家、スラボイジジェクは、デリダの批判を、 常識に基づいた原始的な反応とでもよ、ありがとうございます。